サルチャンネルへようこそ。今日はまたまた相模大野駅に来ています。野島対セレッソの試合を見に行こうと思います。今日は女子4人で、元なでしこリーガーの鳥山梢です。楽しんでいきたいと思います。行ってきます。はい、相模大野駅からバスで多分20分ぐらいなんですけど、3番のバスに乗ったら着きます。来た、これです。仲間を紹介します。エントリーナンバー1番鳥谷小杖です。エントリーナンバー2番北川水面です。エントリーナンバー3番海沼忍です。みんないい人です。いや、もうちょっとあるでしょ。もうちょっとあるよね。みんなすごいいい人です。エントリーナンバー4番吉野由香です。リス大学のバス停に着きました。ここから越えて行けばギョロスタジアム着きます。行ってきます。でも一等ソールドアウトしてた。こんにちは。なんかあります？今日おすすめのグッズ。今日のおすすめは、マスコットベア。あんまりなでしこではない、ね、マスコットベアです。マスコットベア、はい、女性の方とかよかったら野島ステラのキッチンカーです。すごいスムージーとかなんかおしゃれなのがいっぱいあります。美味しそう。隣は鉄板焼き、オムそば、串焼き、焼きそば、ホルモン焼き、美味しそう。鶏の唐揚げと豚玉が売ってます。美味しそう。こちらにもお菓子だったりが売ってます。すごい、祇園スタジアム限定選手のお菓子ですかね、売ってます。あ、ペイペイで支払いできる、めちゃ便利。パンと飲み物も、今日はねノンアルコールしか売ってないみたいなんですけど、いつもあるみたいです。検温と消毒をしました。終わり。イエスじゃあ対策してます。コロナ対策。さあ今日はどこですか？席 C。 こんにちは。 C、どこ C？まあ上がりましょうか。上がろう。近い。
疲れ様でした。0で野島は負けたけど楽しい試合でした。なんか女子4人で観戦したのが初めてだったから、まあ、新鮮、なんか結構なんか楽しかったです。わーとかキャーとか言ってそんな感じで、まだ今日は3時キックオフだったからまだ明るい。これからはちょっとこんな感じの昼間キックオフの試合が増えていくんじゃないかなと思います。はいはい、私拍手されてる。私ね、選手の皆さんお疲れ様でした。みんなで試合見終わりました。いつも見てますって皆さん言ってくれて嬉しいですってな感じで、祇園スタジアムから帰ろうと思います。バイバイ。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。